こんにちは、みのななです。今日はね、クリスマスイブということで、しかもすごく寒くて風も流行ってる中ね、こうやって皆さん来ていただいてありがとうございます。はい、今日はね、最後に歌わせていただけて嬉しいです。今から歌う曲はクリスマスソングです。よかったら聴いてください。私は自分で探
チケットにね30枚あの早めに買ってくれた方にもね手紙をつけるんで、ぜひぜひ今日よかったら買って帰ってほしいなと思います。3月8日希望橋ボックスでございます。バンドでもやったりとか、ピアノでもやったり、あとゆうやとのねサポートもあって、すごい盛りだくさんなんでね、ぜひ皆さんで楽しみにしていただきたいなと思います。次の曲、私のオリジナル曲見上げればです。聴いていてください。
んですけど、まあクリスマスなんでね、全然関係なく歌いたいと思います。はい、あの皆さんね、クリスマスイブどうですか？あれなんかなんかあんまりだな。最高とかなんか言われてたかな。最高。次の曲なんですけど、実は私この日のために新曲を作りました。
かったんですけど、これからもね、どんどん上がっていくんで、まだぜひね、聴いていただけたらなと思います。次の曲で、ピアノの曲は最後になっちゃうんですけど、また言ってせーの、最後いい感じですね。ありがとうございます。最後の曲はカバー曲になるんですけど、この曲は大好きですけど、これね、ちょっと話聞いたところ、市川さんの曲なんですけど、なんかこの曲を書くために、その市川さんがわざわざ今付き合ってる彼氏と別れて、その気持ちを書いたらしいんです。それぐらいの気で書かれた曲です。すごく、いい曲です。最後にいただきたいと思います。366日、
ですけど、今から言うことのセリフね、覚えてほしいんですけど、一緒に歌ってほしいとこがあります。いきます。Thank you.